MTV を着用したアメリカ海兵隊 INMTV はアメリカ海兵隊で2006年から採用されているボディアーマーである。インターセプターボディアーマーの後継として開発され防御力の向上やクイックリリースシステムの採用などを特徴としている。アメリカ海兵隊ではアメリカ同時多発テロ事件以降のアフガニスタン戦争やイラク戦争のような対テロ戦争の戦訓から 今よりも防御力と機能性の高いボディアーマーの開発に着手した。結果、約20社の競合企業の中からデザインを担当するタグ社、製造を担当する P 社の2社が選定され、2006年に MTV として採用された。大きな期待を受けて採用された MTV であったが、現場の兵士からの評判は極めて悪く、重すぎて、非実用的で機動性に欠ける。 熱がこもり熱すぎる、プルオーバー型で、着用時に顔や耳を傷つけるなどの苦情が支給と同時に発生した。それを受けた、海兵隊は2008年に MTV の調達を中止する決定を下し、わずか2年で MTV の調達は中止されることとなった。このような事態に対して、海兵隊は、より軽量な SPC の配備を行うとともに、 機能性を改善した新型の MTV であるインプチューブの開発を決定し、これに対処している。MTV の構成品 ABCD 松原隆米軍完全装備カタログ開閉大変、ワールドフォートプレス2015年8月27日初版発行、T12 松原隆米軍完全装備カタログ開閉大変。 ワールドフォートプレス2015年8月27日初版発行 P144 松原あたかし米軍完全装備カタログ開閉大編、ワールドフォートプレス2015年8月27日初版発行 P136 ありがとうございます